んこんにちは、スタダジージーの伊藤千奈美です。はい、スタダジージーの鳴海ルナです。私たちが今から紹介するのはゲームショーのフードコートです。はい、こちらのフードコートなんですけども、はい、大きく分けて3つのエリアに分かれております、うん、南屋外フードコート、北屋外フードコート、あとファミリーゲームパーク内フードコートに分かれています、はい、ということで今日は北屋外フードコートを回ってみたいと思います。早速行きますか。うぇーい、行きます。牛肉温玉ぶっかけうどん、うん、はい、一番人気です。あ、そうなんですか、はい、すごい。じゃあ、いいですか、うん、はい、どうぞ、はい、ありがとうございます。ゆいちょー、ゆいちょーやー。あ、できましたか。はい、どうも。ありがとうございます。おー、わ、すごい。結構ボリュームありますよ。てんこ盛りだね、これ、うん、牛肉がやっぱメインなんですね。うん、温泉卵が良きプルプル感で、ね、え、めっちゃ美味しそうじゃん。混ぜてお召し上がりください。はい、ありがとうございます。わかりました。ありがとうございます。ちょっと待って、お先に。ちょっとずるいね。私は食べないんだからね。こんにちは。いらっしゃいませ。どうぞ。おすすめはですね、このメインのハラミステーキ丼が無農薬玄米使っていて、玄米、レタスの方も無農薬。え、すごい。ありがとうございます。いただきます。ちょっと見たいね。見ちゃいましょうか。うん、おー、これはとサルサソースっていう辛いやつですか。あ、若干、あら、あら、ピリッと。まずいぞ。私辛いの大丈夫かな。それではいただきまーす。じゃあもうまず食べてみ。はい、いただきますね、うん、いただきます。おいしい。結構コシがありますね、うどん。いただきます。おいしい。結構ジューシー。あ、ジューシーなんだ。うん、あのうどんはさっぱりしてるけど、うん、お肉はジューシーです。あ、めっちゃいい組み合わせじゃない。それちょっと、こちらね、ハラミステーキなんですよ。いただきますね。うん、この辛いね、なんかソースをつけていただきましょう、うん、辛いのかな。ねー、辛くますね。ハラミだもん。怖いな。どう。ん、あ、辛くない。え、ほんと。トマト。あ、トマト。うん、トマトソース。トマトソース。優しい、優しい。辛いものね、ちょっと弱い方にもね、優しいです。どう、ハラミと合いますか。うん、ハラミがね、肉厚。あ、うん、そうなんだ。なんか噛んだらギューってなって肉汁あふれる感じ。うん、美味しい。すごい美味しい。でも食べてみて。まずお肉から。うん、うん、美味しいよね。うん、結構味が割と濃いめ。濃い濃い。濃いめではあるね。そうそうそう、玄米と合いそうですね。うん、いや、もうベロッと食べちゃいましたね。めっちゃ美味しかった、ね、本当に。結構溜まったね。いや、もうすごい溜まりましたよ、これ、はい、もう一日中歩くにはね、すごいいい腹持ち。うん、よかった、本当に美味しかったです。ありがとうございました。じゃあ他にもね、フードコートはたくさんありますので、はい、ぜひぜひ見に行ってみてはいかがでしょうか。はい。東京ゲームショー2019の公式アプリでは日々動画の更新がされておりますので、ぜひぜひチェックしてみてくださいね。はい、以上、スタダジージーの伊藤千奈美と鳴海ルナがお送りいたしました。